こんにちは、ヨルです。今日は4月の1日、土曜日なんですけども、完全に寝坊しました。今6時半なんですけども、今起きたばかりで喉もなんかこう通ってないというか、昨日から福岡は大雨で、昨日はレッスンしたんですけども、今日はですね、もう完全に大雨注意報が出てて、1日レッスンがお休みになりました。なので、アラームが聞こえなかったですね。聞こえなかったというか、なんか油断してました。寝てました。すいません。じゃあですね、今日もコメント見をしていこうと思います。喉がとりあえず通ってないんで、ちょっと聞き取りづらいかもしれないですけども、よろしくします。コンチネンタルグリップのサーブが難しいヤヒロは解決しますという、昨日の夜に上げた動画のコメントを読んでいきます。阿波野 T コーさんから、私も軟式出身、懐かしいですね。サーブは意外とスムーズに、コンチネンタルグリップになれました。前衛でスマッシュをわざと薄く握って打ってたからだと思います。当時の顧問の先生にはよく注意されていました。どちらかというとバック、片手に1年ほど、失格したのは今でも覚えています。グリップチェンジが最初の壁でした。このあたりは理屈抜きで経験でカバーするしかないですね、ということで。そうですね、サーブは僕は結構時間かかったんで、確かにバック難しいですね。もともとウエスタングリップで僕を握ってて、バックハンドで軟式と同じように打とうとしたら、もうネットじゃない、地面に突き刺さりましたね。地面に突き刺さったので、握り方を薄くしようとして、やる最初の難しさ、今思い出しましたね。確かにサーブよりバックかな。なんか今考えたら、なんか軟式テニスを引退して柳川高校に入学するぞってなった時に、まあこのままじゃもちろんまずいと思って、なんかうちの近くにもう潰れちゃったんですけど、前家にあったなんか家の近くにみゆきっていうのがあって、ちょっとわかんないかもしれないですけど、そのみゆきっていうところが600円か700円払ったら、朝の9時から夜の9時ぐらいまで、無限に遊べる場所があって、無限に遊べるっていうのは、そのバッティングセンターとか、オートテニスとか、だからなんていうの、スポッチャみたいな、スポッチャほどレベルは高くないんですけど、まあ、スポッチャみたいなのがあったんですよね。それで僕はテニス、オートテニスか。オートテニスを朝9時から夜9時まで、やってた時がありましたね。柳川入学するなら、そんぐらいやんないとまずいと思ったんですけど、そんなんやっても全然追いつけませんでしたね。みんなのそれまでやってる時間が、僕とレベルが違うので、はい。そんな感じでした。じゃあ、H バスさんから、どちらかといえば薄めのグリップで握っているものの、押し出す打ち方で、デュースサイドのワイドを狙っていることが多かったと思いました。薄めのグリップは振り出す方向とボールの飛びが、違うのは正解との認識でいた方がキレのあるワイドサーブを打てるように思い、試したくなりました。ありがとうございました、ということで。確かに H バさんは薄いグリップだけど、直前にちょっと打球面がやや上向くような感じで当たる時があった気がしますね。打球面がずっと自分の体側にこう向いたまんま振ろうかなと思うぐらいの感じにしたいですかね。一緒に、頑張っていきましょうということで。ですね、昨日のスキラジのコメントを読んでいきます。H マスさんから、パッシングの説明をいただき、ありがとうございました。相手をあまり見れてなかったし、その前に相手を見る意識が欠けていました。間に合うように打たれたボールを見ていた程度だと気づきました。パッシングだけではなく、すべてのショットに共通することで、まずは相手を見る意識を練習の時から心がけて、身につけたいと思います。スキラジでコメントをいただけなければ気づかなかったポイントで、ヤヒロさんに感謝しますということで、よかったです。確かにそうですよね。その
なんか僕はその H バスさんが相手を見ている前提の話をしてるのかなって思ったんですけども、H バスさんがそこに気づいてなかったことによって、はい、僕のあのこの返答が有益になったというか、はい、よかったです。たまたまですね。はい、ぜひご利用いただければと思います。じゃあですね、昨日 の、 プロスタッフ&ナチュラルストリングのシラっていう、昨日の朝あげたと思うんですけど、一昨日と昨日で東京から4時間4時間レッスンに来られてる方がいて、でその方がプロスタッフの、RF と、プリンスのグラファイトの、まあ、どっちもナチュラルストリングを貼ってあるラケットを持ってたので、そうですね、でそのお客様からちょっと使ってみていいよみたいになって、あ、じゃあ使ってみたいですって言って、その、まあ、ここでこのお借りして、でその後レッスン中もちょっとどんぐらいかな、10分ぐらいはその RF を使ってレッスンしてましたね。ちょっとレッスン中もこう束なしだったり、その打ち合いだったり、うん、めっちゃ打ち合いで、その動画のコメントにいきます。サンクスマリーさんから、憧れのラケットと、ガットを持つヤイロコーチを見ていると、こちらも嬉しくなります。登録者1万人になれば、ぜひ買ってください。好きなラケットと、ガットがあって羨ましいです。早くそのようなレベルになるよう、私も頑張りますということで、はい、よかったです。そうですね、やっぱこうなんかなんだっけ、 YouTube とかでも開封動画なんかこう、なんとか買いましたって見るのとかテンション上がりますよね。なんかそんな感覚なんかな。そうですね、登録者1万人になって買うかな。どうしてもね、この打ちやすい、すごい打ちやすいです。ナチュラルストリングがすごい打ちやすいのでいいんですけど、なんか、なんていうかな、まあ、多分試合じゃ使えないですよね。使えないっていうのは、なんていうかな、例えば、なんか僕、あれと一緒、例えばですよ、ラケットで、じゃあ普段は2、3万円のラケットを使ってるとして、例えばですよ、50万のラケットとか、例えばで自分が好きな50万のラケットが出たとして、買っちゃったら、買ったはいいけど、使えないっていう、なんか分かります？使ってしまったら傷がついて、もう、50万円の価値がなくなるんじゃないのか、みたいな。むしろ持ってた方が、時間が経つと、値上がりしていくんじゃないか、みたいな。なんか分かります？高いものを買ってしまったら逆に使えなくなる、みたいな。なんかそんな感じで見てるんですよね。はい。なんで、ちょっと、買えそうだったら買いたいけど、どうしようみたいな、そんな感じです。じゃあ、はやふさ109151さんから、厚く当てたりスピン増やしたり自由自在で、手に来る感覚もとても自然、テニス終わった後もちょっと肘が痛いとか重いとか全くない、打球音は、和太鼓のような少し高めのパーンという音で良き音、振動止めをつけようとは思わない、ほとんど切れる寸前までいい感じで使える、欠点は高価なのと濡れたコードで使うと翌日以降寿命が一気に短くなる、でもいいですよねということで、はい、そうですね、ほんとなんかなんていうかな、なんでなんですかね、なんで牛の腸を使うとそういう風になるのか全然わかんない、その理屈がわかんないんですけど、寿命が長くて打球音最高っていう、打球音最高っていう、なんでなんだろうな、そんなに柔らかい素材を作れないですかね。なんか人工的の方が作れそうですけど。そうですね。まあでも、本当雨に弱かったり、なんかちょっと湿気とか、なんかいろいろ気をつかないといけないから、そこら辺、そうですね。どうかなと思いながら。じゃあですね、次、テニストレーナーでフォアハンド習得っていう、今年の年始ぐらいに上げた動画のコメントかな。平健さんから、
早速購入しました。試合や実戦練習で打っていても、うまく打てた時と、打てていないと感じる時があります。八色コーチのコメントを何度も繰り返して、素振りチェックをしていましたが、テニストレーナーで打ってみると、新たな気づきがあると思います。ありがとうございました、ということで。そうそう、やっぱりね、環境が変わると、感覚も変わると思うんですよね。なんで、テニストレーナーは、前も言ったんですけど、壁打ちよりも難易度は高い。壁打ちだと、自分が打ったボールが壁に当たって失速して帰ってくるんですけど、テニストレーナーは自分が打ったボールがゴム紐の、伸び縮みによって加速して飛んでくるんで、結構難しいと思うんですよね。はい。なんで、ぜひ、マスターして、公園で、あの人、あんなゴム紐ボールで公園で美しく手にしてるよ、みたいな。あの公園で有名な、あの人だ、みたいな。そんな風に言われるように、頑張っていただければと思います。じゃあ次ですね、プロスタッフ&ナチュラルストリングの試合のコメントで、佐藤軍曹さんから、10年ぐらい前まではナチュラルを張っていましたが、テニス環境が変わり、小雨でもテニスするようになってから、やめました。今はもっと耐水性が良くなってるのかなということで。確かにそうですね。耐水性って変わってるのかな。初級者の時は相手も強い球をコンスタントに打ってこなかったけど、相手が本気で打ってくると寿命が短くなります。使える小遣いが減ったので、やめてしまいました。はい。めっちゃわかります。はい。僕もですね、ナチュラルストリングじゃなくて、前の会社にいた時に、X1 バイフェーズって言って、1本4000円ぐらいのストリングがあって、ナチュラルストリングに興味はあったんだけど、雨とかに弱かったりするし、当時ですね、ノバク・ジョコビッチ選手が、まだウィルソンのラケットの時かな。その時に、X1 バイフェーズっていう、テクニハイバーの、鎮光ナチュラルみたいな、って言われる、ナイロンストリングの中で一番、高いやつというか、いいやつというか、はい、を、使ってたんで、僕は思い切って X1 バイフェーズのロールを買ったことあるんですよね。で、そして、なんだっけ、その時のラケットはブリヂストンなんですけど、X1 バイフェーズの 1.2 を貼って、一応2本持って行って、僕国体予選の、試合に出たんですよね。そしたら、一発目の相手が、前回の久留米オープンで負けた、サーブ&ボレーヤーした彼とやったんですけど、8ゲームで、結局8-6で勝ったんですけど、スコアが5-4の時に1本目切れたんですよね。前日に張り替えてたのに、その1試合目の5-4、まだ、ラリーが続いてたからあれだけど、5-4で切れて、やばいみたいな。で、あと1本しかなくて。でも、その国体予選って、1日、5試合ぐらいあるんですよね。勝ち進めば。で、結局、その試合、5-4で切れて、2本目の新品のストリングの方で、試合して、勝ったんですけど、勝った後に、その1回戦で戦った彼が、友達だったので、ごめんけどラケット貸してほしいって言って、もし、このまま勝ち進んだら、ストリングが持たない可能性があるっていう話で、で、結局2回戦が、関東から来てめちゃくちゃ強い子で、もうスコってやられちゃったんで、使うことはなかったんですけど、そうそう、X1 バイフェーズを、1本4000円のストリングを、1試合目の5-4で切れたっていう、あの苦い思い出があるから、それをナチュラルストリングだったら、もっとそんな風に早く切れしまったら、ショックがでかすぎるんで、いや、もうこれはもうナイロンストリングとかナチュラルストリングは使えないなと思って、ポリエステルを今使ってるっていう経緯があります。当時の感触としては、違う、佐藤軍曹さんの途中で喋ってるんで、ちょっと何のあれかわかんなくなるかもしれないですけど、使える小遣いが減ったのでやめてしまいましたの続きです。当時の感触としては、ボレー、特にローボレーがコントロールしやすい印象でした。ストロークとボレーが今よりもヘボかったので、
そこまで恩恵を受けなかった印象です。間違いなく上達した気になります。余裕があれば話のネタで貼ってみるのもありだと思います。と言いながら、大蔵大臣の目をどうごまかそうか考えている自分がいます。動画で煽らないでくださいということでそうですね、まあネタとしては確かにつけますね。ただネタにしても1万円かって感じですね。ちょっとでかすぎる。それならラケットを買いましたのがなんかいいかなと思ってす。じゃあコーズイさんから、プロスタッフプラスナチュラルストリングは最高ですよねということで、はい、もう最高ですね。最高なんだけど、ちょっと自分で使う、なんすか、ストリングが切れるまで使う勇気がないというか、家に飾る用で貼っとこうかなみたいな、そんな感じになりそうです。じゃあ、昨日のスキラジのコメントで、サニーさんから、本日も親切な回答ありがとうございました。高橋選手の話も聞けて、より思いを深くしました。そのことに気がつくのがすごいです。自分がずっと関心申し上げているのは、八尋コーチや皆さん、よく気がつくと思います。その気がつくところをテニスを通じて、人生勉強させてもらっています。また、この時代においても一番の希望の話は、なんて読むかな、これ。ちょっと読み方が、漢字苦手なんですよね。伝達の伝に、聞くっていう字なんですけども、なんだと思いました。こうやって毎日師匠の話を聞いている、弟子の気分ですので、はい。そういった例であります。どうなのかな？そうですね。確かに。まあでもそうですね。まあ僕の周りの、まあみんなも、僕とは全く違う視点で、いろんなことに気づいてると思うんで、まあそういう気づきを僕も聞き入れることによって、僕のレベルも上がるんで、僕もいろんな人の話を、聞いていこうかなと思います。まあこんな感じで、水島くんが出てくれたように、まあ、僕の知り合いで、まあ、強い選手っていっぱいいるんで、はい。まあ、ちょっと出演してもらえそうな人がいたら、どんどんしてもらおうかなと思っています。じゃサニーさんから、追伸です。バーナード・トミックの動画を見ました。おっしゃるように素晴らしい、ゆったりしたリズムですね。こんな感じのプロは他に自分は知らないです。そうそう、バーナード・トミックっていう選手は、もうめちゃくちゃ遅いんですよね、動きが。すんごい遅いけど、ボールバリエグイみたいな。なんでそうなるんだろうってずっと思ってたんですけども。僕も他にわかんないから、なんかパッと思いつかないですよね。彼は見たことがあるはずなのに、気がつかなかった自分と気がついたイエローコーチの差と思いますので。なんだっけ。そのバーナード・トビック選手の、まあ、打ち方とかっていうのはそんなに好きじゃないんですけども、動き方の遅さっていうのはめっちゃ好きで。だからって、じゃあ、動きをすれば、グランドスラムを優勝できるかっていうと、そういうわけじゃなくて、80代にもできる美しいテニスっていう、その、ゴールがあるなら、バーナートミック選手の方が、例えばラファエル・ナダル選手みたいなテニスよりも、正解じゃないみたいな、なんかそんな感じに、思ってます。見たことない方は、ぜひ、調べてみていただければと思います。じゃあ、VS ミニシナコーチ、5セットマッチセカンドっていう昨日の試合の動画です。あ、音出るか。ちょっと今本当寝起き、起きた瞬間に撮影したんで、はい、ちょっとまだ頭がぼーっとしてるんですけども、しっかり読んでいきます。セカンドセットの、コメントで、カズテニさんから、次はどんな戦略で読むのか、激戦の、3セットも、楽しみです。2人のプレイスタイルの違いから、かもしれませんが、スキテニさんはベースラインから後方に下がってラリーしていますが、水島さんはほぼコートの中に入って打っていますね。先日、吉田伊織さんと片山翔さんのゲームを見ましたが、同じようなポジションでの打ち合いになってました。あ、その動画見ましたね。ゲーム後に片山選手から吉田選手にアドバイスがあり、砂の多いオムニで下がりすぎると足が滑ってターンが遅くなり、振られた際に追いつけないから、ポジションを前にと言ってました。レベルが上がると、ほんのわずかな時間を削ることで、優劣の、差が出てきますね、ということで。そうそう、アドバイスを、その吉田伊織くんが、後ろに下がってて、なんだっけ、片山が、なんだっけ、もっと前にいた方がいいんじゃない、下がりすぎじゃないって言ってたのを聞いたんですけど、先生、僕じゃない、
何年前かな、6、7年前、その YouTube 始める前ぐらいに、その片山と試合した時に、僕は当時めちゃくちゃライジングだったんで、もうベースラインに張り付くような感じで、もう全部ライジングルートみたいな、そんな感じだったんですよね、今と打ち方が違う時で。その時にベースラインに張り付いて全てのボールをライジングで返そうかなと思ってやってたら、片山にその時言われたのは、そんなに前にいたら振り切れないんで、下がってしっかり振った方がいいですよって言われたのを思い出して、僕のライジングで打つのはやりすぎで、吉田伊織くんぐらい下がるとやりすぎみたいな、そのなんていうの、昔の僕と全く逆のことを言われてたんで、ああなんかこう面白いなと思って聞いてました。はい、まあ、片山の考えが変わったというよりは、うん、ちょっとそこになんか寄りすぎちゃダメなんだなっていうのを思いましたね。頑張ります。じゃあフロスタッフ&ナチュラルストリングの志田のコメントで、ヒザシンさんから、テニスのヒザシンさんから、3億円持ってなくてもナチュラルガットを使っている人はたくさんいると思うので、そのうちぜひ、使ってみてほしいです。ナチュラルガットで試合するスキティンさんを見てみたい。自分のプロスタッフ 6.0 に貼るなら何ポンドで貼りますかってことで。そうですね。確かにでもよく考えたら、僕ガット切れない。今ですね。昔は僕厚いグリップでゴリゴリスピンかけてたんで、割とガット切れてたんですけど、薄いグリップでフラットなんで、もしかしたら今、僕ストリング切れないんじゃないかなって今、ちょっとふと思いましたね。でもナチュラルストリングで試合出るのはちょっと怖すぎますね。怖すぎるっていうのは、試合に出るってことは、その前に練習で使ってないと、怖いと思うんですよね。でも試合で使うってことは、練習でも試合でも使うってことは、一本じゃ多分持たないですよね。そう考えたら怖いかな。自分のプロスタッフに貼るなら、何ポンドで貼るかですね。何ポンド貼るかな。まあ、でも結局一緒と思いますね。とりあえず25、22で貼ってみて。いや、でも、貼ってみてって言って貼ってみたときに、わ、これはもう緩すぎて全然ダメだとか、もしなってしまった時に、やばい、もう1万円払っちまったのに、テンション間違えたとかなったら怖いので、やっぱりちょっと、ちょっと怖いかな。そうですね、ちょっといつか使える余裕が出るように、チャンネル登録者が100万人ぐらいになったら使おうと思います。じゃあですね、ドンさんから、ナチュラルガット、どんな感じですか、ロール売りしてるとこあったら教えてちょんまげ。こうってことで。ナチュラルストリングで多分ロールないですよね。多分、タンバリのパッケージなしとかを、売ってるとこもあるかもしれないですけど、ただ調べたことがない。覚えてない。まあ、調べたことあるかもしれないですけど、どんな風に言ってたかな。でもロールではなかったと思うんですよね。なんで、タンバリかな。タンバリをたくさん安く仕入れるしかないかな。なんかメルカリとかで売ってるんじゃないですかね。どうなんかな。じゃあ最後ですね。昨日のスキラジのコメントで、宮柱さんから、ウケットを持っていく人、イコール来週の月曜日に5時間もやっていただける幸せ者、やろごし今日もスキラジ、ありがとうございます。7月3日にお伺いするのは僕ですので、びっくりしましたね。そうそう。で、宮柱さんのチャンネル僕チャンネル登録してたんですよね。チャンネル登録してて、後で見ようと思って見てなかったんですけど、チャンネル登録した後、昨日夜ですね、ちょっと動画見てみたんですよ。そしたら、名前上げてるんですね、名字ですけど、名前上げてるんだと思って、全然気がつきませんでした。住まいは大阪ですので、前の日に福岡入りを、しておきますってことで。ってことは、今日土曜日なんで明日ですね、明日日曜日に到着するってことで。いやー、面白いですね。ちょっとウケット本当楽しみですね。どんな感じか。そうそう、宮柱さんはなんか、まあ、僕の本当スタンド FM にもたくさんコメントいただいて、YouTube にもコメントいただいて、なんていうか、僕からするとめちゃめちゃ近い人なんですよね。近い人っていうのは、宮柱さん、コメントくれてる人だっていう近い方が、なんていうかな、来られるっていうのはなんか変な感じ。なんか、YouTuber に会うような、まあ、そんな感じというか、はい。楽しみに、待っていますので、ぜひよろしくお願いします。その日はですね、午前中もナインチさんがいるんで、はい。宮柱さんは、ビオラさんとテニスするって言ってたと思うんで、
あのナインチさんと僕がやってる隣なのか、その一個コート空きなのかわかんないですけども、はい、まあ、いるので、あれだったらあのお話してみていただければと思います。じゃあそんな感じで今日の動画は終わったので、また次のあの今日の夜は水島くんとの試合のあのサードセットを、お送りします。はい、皆さんぜひあの楽しみに、待っていていただければと思います。そんな感じで終わります。ありがとうございました。